あったかもくん、次の質問お願いします。はい、この桜をどんな桜にしたいですか。あ、なるほどね。じゃあ、たくまくんはどんな、なんか要望ありますか。みんなが笑って暮らせて安心安全な基本的な部分なんですけど、あとはですね、まあ、もちろん おじさんもみんなが楽しくて笑って暮らせて安心安全っていうのは もちろんだからね、市長とか議員っていうのはたくまくんとかね、お母さんの命とね、財産を守るっていうのが一つの一番大事なところなんですよ。命とみんなの財産ね、それをもちろん守るのもそうなんだけども、あとはやはり今まあ、少子高齢化っていってお年寄りがたくさんいるけど、今やっぱりなかなか子供さんがね、たくまくんの教室も今西静小学校は何クラスあるの。6年生で4クラスでしょ。おじさんの頃はもっと10クラスぐらいあったから、どんどん少なくなってきてるから、やはりこのね、まあ昔はこういうお年寄りが少なくて若い人がこうピラミッドだったのが逆ピラミッドになっちゃってるから、まあ、そういうためにもね、やはりこう、まあ、お年寄りが、まあ、やはりこう、まあ、しっかりこう、なんていうかな、まあ、余生を元気に過ごせて、でも若い人も、まあ、人数は少ないんだけども、ちゃんと生活できるようにしていかなきゃいけないんで、まあ、でもね、一番的はついてると思いますよ。みんなが笑って楽しく、そして安全に過ごせる市っていうのはもちろんそうなんだけど、あとやはり今ね、まあ、桜だと17万6千人ぐらいいるんだけど、成田空港に近いでしょ。成田空港ってね、今度ね、あとどうだろう、まあ、10年も経てば今の面積が倍になる。そうするともう世界の玄関だから、もうこの辺が成田空港を中心に大きく発展するんで、やはりこう仕事とかこれから国際化、もちろんあとそういった部分でやっぱりね、いろんな部分でまあ勉強もねできるような、そういった日本のこういう代表するような、成田空港を中心とした代表するような、そういった街にできるようにおじさんも頑張ってきます。はい、以上です。それではインタビュー終わりにします。ありがとうございました。はいはいはい。